こんにちは、フラワーデザイナーの宮川美智子です。ついに令和の幕が開けました。それを記念して YouTube デビューしてみました。あなたも一緒にお花に親しんでみませんか？今回は爽やかな白グリーンの長方形のアレンジメントを作っていきます。お花の切り分け方、ジグザグ配置、三角配置などを学んでいきましょう。使用花材はデンファレ、ヒペリカム、バラ、ガーベラ、ビバーナム、ラナンキュラスです。まずはスポンジのセットから。ボックスに合わせてスポンジをカットします。お水にポンと置くだけ。決して押し込まないでくださいね。セロファンで包んで器にセットします。セロファンは書き口に合わせて短くカットします。まず最初にメインとなるラナンキュラスをカットします。長さは器の奥行きぐらい。器の中心より少しずらして顔が器から出るように斜めに刺します。3輪使いますが、すべて同じぐらいの長さのカットで OK です。2本目は右側の後方に、3本目は左側の角に刺します。見てもらってわかるように、右側と左側は少し空間が空きます。均等な配置にしない方がいいですね。次はガーベラ。最初の1本は正面のラナンキュラスの隣に来ます。長さはほぼ同じになるように。2本目は少し長くしてその隣に。次はバラをセンターの大きく空間が空いている場所に刺します。3本目のガーベラを後方にさらに高くして、ただし持ち手よりは出ないようにしておきます。4本目は右側の空いたところに刺しておきます。ビバーナムです。ビバーナムは高低差をつけて刺します。白の間に配置されるグリーンが綺麗ですね。切り分け方はこんな感じです。ビバーナムのグリーンの茎は柔らかくて刺しにくいので、切り口の近くを持って少しずつ送り込んで刺してくださいね。もうだいぶお花が埋まってきているので、今まで入れたお花を崩さないように片手で隙間を作って足していきましょう。こちらはヒペリカム。横枝で外して配置していきます。丸い小さな実は可愛いので少し長めがいいですね。
このように三角形に配置します。次はデンファレです。デンファレは花の向きが一律ではないので、お花がきれいに見えるように向きを変えて配置してあげます。デンファレも三角形に配置していきます。綺麗な白グリーンに優しいピンクを足した長方形のアレンジメントが仕上がりました。正面、サイド、バック、同一花材をジグザグに刺して三角形に配列して作っていきます。バランスよく仕上がったかな。のっぺりしないように多少のデコボコをつけるところがポイントです。見てくれてありがとう。ではまた次回のレッスンを楽しみに。まったねー。